短曲っていうのは、はい、キーボードのロブ・マウンズの曲なんですけれども、はい、ね、スペイン語のタイトルが入ったりね、ちょっとみんなから宇宙人というなあだ名が出てる人なんですけれども、うん、非常にいい曲を書くキーボードです、はい、1曲目はトランスヒマラヤ。Thank you.
サントリーホワイトサウンドグラフィティ、ジャズプレイヤー中村誠一。グラスの中にはいつもいい時代がある。あの頃から僕はサントリーホワイト。こうして3日間ジョークールのライブ聞いてきたんですが、とってもこう音に神経を使うというか、計算されて曲を作っていく、バンドのサウンドを作っていくという感じのグループっていう感じがしたんですが。そうですね、やっぱりすごくシリアスに取り組んでますよね、うんうん、でもこうして先にご紹介してきた4組とはまた違う、なんかトータルなサウンドっていうんですか、うん、目指してるものはすごくこうしっかりとあるっていう感じがしたんですが、うん、やっぱり一つのコンセプトっていうか、うん、ユニットとしてね、うん、固まってるところがありますよね。だからセッション風にジャムっていうんじゃなくて、もう本当に曲順とかもすごく、完璧に考えるし、だからそういうとこがやっぱり、うん、グループだなっていう感じがしますね。そうですね。さて今夜最後にご紹介する曲なんですが、まずケインガーデンベイ、カレディボルペ、そしてチノスイクリオロス。On drums, Chris Parker. Will Lee on bass. Rob Mountain.
thank you greatly. We are the Joe Cool Band. Now...Since we're recording for Japanese broadcast tonight, there's a few tunes from the first set that we want to go over and repeat again. So we're going to play like an elongated second set. You're all very welcome to remain here. This is actually the end of the second set, but we're going to go ahead and do three tunes from our first set, see if we can top the takes that we already have. And it would be great if you stuck around, so please do. So thank you. Thank you very much.
Thank you. Now, this is the last tune here. If you were late, man, that's... It's a tune called Chinas y Criollas, dealing with Chinese-Cuban cuisine. Hope you like it. Thank you.
keyboard, Chris Parker on drums, Jerry Lee on bass. Thank you. こうして10日間にわたってセブンスアベニューサウスからのライブ聞いてきたんですが、こうして見ると本当にいろんなギタリストというか聞けたなっていう感じがするんですよね。そうですね。でもこれも本当にただ一部ですよね、ニューヨークの顔のね、はい、こうして、5組6人のギタリストを聞いてきたわけなんですが、ちょっと思い出してみます。バリー・フィナティ、それからドク・パウエル、そしてデビッド・スピノザとジョン・トロペイ、コーネル・デュプリ、そしてジョー・クールというグループなんですが、こうして聴き比べてみるっていうか弾いてくるとね、うん、本当に楽しいギターのサウンドっていうんですか、そうですね、やっぱりね、聴いてる方も楽しいけれども、うん、やってる方が楽しくないと聴き側としてはね、ね、辛いですよね、だからやっぱりこういうライブステージっていうのはやっぱりみんなが楽しんでね、そうですね、それで弾いてる人も聴いてる人も一つになるっていうのがやっぱりね、うん、一番楽しいですよね。そういうのがね、ライブの音から、ギターの一つ一つの音からとっても感じた、10日間でしたが、例えばカラーとか、それからキャラクターみたいなものが随分違うなという感じもしたんですが、だから結局それが音楽的に違うものが出てくるんだけどもね、だからそうですね、それぞれ、まあ、そのどれがいいですかとかね、今どれが一番その流行ってますかっていうんじゃなくてね、いろいろある中からその自分の好きなグループなり音を聞いて楽しむっていうのが、やっぱりみんなニューヨーカーたちのね、そうですね、で、まあ、結局ここら辺の、まあ、日本で言ってるいわゆるそのフュージョンのシーンっていうのは、まあ、今じゃニューヨークじゃそんなにアクティブじゃないわけですよね、まあ、もちろんそのクラブでいろいろ活動はあるんだけれども一つのシーンとしてはね、だからまあそういう意味で、この5組のギタリストを集めて、それでイベントを作って、それでまあクラブの方でもまあ喜ぶイベントに したかったわけでやったんだけれども、まあこれをやってね、まあもう後からそのクラブの人たちも、もうその1週間楽しかったからまたやりたいと、それでその毎晩セットが終わった後にね、例えばキーボードのドン・グロニックだとか、例えばサックス のマイク・ブレッカーなんか来てね、どうしてギターでやったの、キーボードでやってくれればいいのにとかね、サックスで今度できないのとかね、やっぱりこうミュージシャンたちっていうのは常にそういうことがやりたいんだけれども、誰かがそういうふうに組んでイベントを起こさないとね、思ってるだけでなかなかみんな腰を上げないでしょう、だからまあそういう意味でね、またこういうことができるといいなと思ってるんですけれども、いろいろなミュージシャンにとっても刺激があったでしょうし、これからも楽しいプログラムを期待しています、10日間どうもありがとうございました。いいえ、どうもありがとう。